リー・フィッシャーは、アメリカ合衆国の政治家。オハイオ民主党のメンバーで、前、オハイオ州副知事。オハイオ開発庁長官も務めた。1951年8月7日に、ミシガン州、アナーバーに誕生する。オベリン大学とケース、ウェスタン、リザーブ大学法学部の卒業生で、オベリン大学の理事を12年務めた。また、ファイ・アルファ・デルタロー・フラタニティのメンバーである。フィッシャーは、オハイオ州下院議員を1981年から1982年まで、オハイオ州上院議員を1982年から1990年まで、務めた。オハイオ州司法長官に選ばれ1991年から1995年まで、務める。1994年にフィッシャーは、共和党のベティ・モンゴメリーに、司法長官再選を阻まれた。1992年にフィッシャーは、オハイオ州からの大統領選挙人団に選ばれた。1998年には、オハイオ州知事選挙に出馬したが、直近28年間で、最も接戦となった、州知事選挙で、共和党候補のボブ・タフトに惜敗した。フィッシャーの妻である、ペギー・ゾーン・フィッシャーは2004年民主党大会で、オハイオ州代表の一員だった。この間フィッシャーは、州の政界に、再び戻る意欲があるらしいことをほのめかした。これは参戦禁止で、タフトが出馬できない2006年の州知事選挙に、別の形での出馬を考えているらしいことを、意味していた。フィッシャーは副知事候補として、テッド・ストリックランド候補とともに再び現れ、11月に、勝利した。2010年の選挙では副知事の再選を求めず、共和党のジョージ・ヴォイノヴィッチの引退に伴い空席となった連邦上院議員の職を求め、共和党候補のロブ・ポートマンとの一騎討ちとなったが、全国的な民主党退潮の影響もあり敗北し、党の議席奪還に失敗した。ありがとうございます。